こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、今月から初めてねこちらを頼んでみました。じゃじゃん、ラクシーです。そう、ラクシーをね今月から頼んでみました。それが初めて25日とかかな、それぐらいに届いたので、今日はこれを開封していこうと思います。なんか割とね重めなんですよね。なんだっけかな、次回予告みたいなので、なんかスキンケアが入ってるみたいな感じ書いてあったのかな。だからあ、いいじゃんと思って買ってみたんですけど、じゃじゃーん、楽しみ、どうなってんだろう。せーので、ババン、なんか雑誌みたいな感じになってる。あれ、雑誌じゃない。通常版と同じでサイズが異なります。雑誌が入ってた。あ、そうだ、今月はなんかボーチェの誰かが厳選したコスメみたいなのが入ってるみたいなんで、雑誌もなんかついてくるみたいな感じなんですかね。なんかちっちゃい、一回りぐらい小さいかな、かわいい雑誌。あ、中身がここにまた箱の中に箱が入っていて、せーの、せ、あー、まだだった。あ、なんかかわいい貝殻になってる、夏仕様だね。じゃあ一緒に見てくださいね、せーの、はい、はい。え？おー、なんか、あれ？これだけ？今月のテーマは夏の肌も疲れ知らず透明感アップヘルシースキンケアセットみたいです。でね、中身がこんな感じで、いろんなね、ちょっとね高級系のブランドかな、ちょっとデパコス系のものが入ってるみたいな感じなんですけども、見るからにね、多分これ全部サンプルかな、現品は入ってなさそうな感じだね。でちょっと中身をね見ていきたいと思います。まず一つ目がこちらですね、クラランスのグランアイセラムが入ってました。 7ml のこのね人差し指の長さぐらいのサイズのがね入ってました。アイクリームか、トータルのクリームか、あとセラムの3種類の中のどれかが入りますという感じでしたね。私は目元だったね。私はね美容液が良かったですね。全然映らないけど、なんかイプサのザ・タイム・アール・アクア、やばいね今。そう、化粧水かな、こういうボトルで売られてる化粧水が入ってました。このボトルすごいね。なんかこれをさ、これひっくり返しておくとさ、こうカラフルな水がさ、こう玉になったりさ出てくる、なんかやつあるじゃないですか、あれみたい。そう、伝わんないかもしれないけどね。どんな肌タイプも OK、 肌に優しい使い心地、心も潤う、毎日たっぷり、全然たっぷり使えないけどねこれね、小さいから。ということでした。3日分ぐらいかな、大きさ的にはね。で同じくイプサのこちら、ザ・タイムリセットマイクロミスト日中用化粧水、これいいね、シュッてこうできるスプレーだ。ちょっといいですか。なんかね優しい、メイクが崩れるとかそういうのも全然心配ないぐらいね、ふわーってね出してくれる。これ日中用の化粧水でした。これはね仕事の時にね使えそうな感じがする。で次がイプサのクレンジングマリンケイクと洗顔石鹸のサンプルが入ってました。固形タイプはね若干私はいらないけど、なんかすごい青い綺麗な石鹸ですね。あ、なんかラメ入ってるわ、めっちゃ。あ、ほらほらほら、すごいね、ラメが入ってますね。綺麗だね、綺麗綺麗。イプサのシルクコットン、シルクなのこれ、コットンが4枚入ってましたね。あとはジョンマスターオーガニック L&R シャンプー N、 え、シャンプーしか入ってないのこれ、コンディショナーは入ってないんだ。なんでコンディショナー欲しいな、せっかくだったらね、セットで使いたいですよね。今回はこれが入ってました。でこれ、ね、全部サンプルだね。で私の中で嬉しかったのはこれかな、自分ではね買えないからこういうのは持ち歩き用に使いたいなと思いますね。いろんななんかその時のテーマがあって、それに合わせてセットを作ってくれるよみたいな感じのが
このラクシーになってるらしいんですけれども、私的にはね現品入れてほしいねって感じだった。だからね、まあこれでね1800円ぐらいかな、私月々毎月払いみたいな感じでしたので、なったらビザップの方がちょっとお得な感じはあります。ビザップは1000円以上の現品が1個入って、でその他にサンプルとかが入りますよみたいな感じで、月は雑誌と1000円っていう感じなんですけど、毎月後半ぐらいになってきたらラクシーの開封動画もちょっと開けていこうかな。多分入ってんのはねみんな一緒だと思うんですけど、来月はねどんな感じの、あ来月はねコスメのセットだった気がする。もうなんか予告みたいなのが出てて、現品が3つだか入るみたいな感じでやってたので、頼むならね今かなっていう感じはします。来月が楽しみですね最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。